皆さんこんにちは、ワンダリブルビジです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。前回は天下イカベラル2連戦、これをなんとか攻略して、今回はその続きになります。信長の乗った船は大阪を目指していた。信長の目には秀吉と家康によって統一された日本の姿が映っていた。カブラルが消滅した。秀吉と家康の働き様をゆっくりと見物しようぞ。じゃが、カブラル、あれで本当に終わりなのか。やがて秀吉による四国攻めが始まった。8万の軍勢による1ヶ月の戦闘で四国攻めは終了。次なる狙いは九州。秀吉の九州攻めとともに家康もまた東国をほぼ手中に収めた。やがて秀吉は九州へ乗り込んだ。九州も我が手に下った。秀吉は信長の命令で名古屋に居城を築いた。それは信長が世界へ乗り出す足がかりとなる城だった。信長は名古屋城へ入った。東国を統一した家康と西国を統一した秀吉の上に信長が君臨。いよいよじゃ、わしはこれから世界へ打って出るのじゃ。名古屋城の広間に武将が揃っていた。しかし上座は空いていた。おのおの方、今しばらくお待ちを。天智夢之助殿が参られまする。秀吉様、家康様よりも上座とは。しかも死んだはずの池田殿、森殿まで。わしは死んであの方のもとへ参ったのじゃ。我らはあの方の下で世界へ打って出るのじゃ。ついに打って出る時が来たか。死んだのに出てくるってすごいですね。これは勝家ですね。信勝様、我らは皆あの方の指図に従うまでじゃ。静かにせよ、夢之助殿のおなりじゃ。なんか服装が変わっている。信長が現れ、知らされていなかった武将からは驚きの声が上がった。何を驚いておる。わしが西国王秀吉、東国王家康の上に立つ日本の王、天智夢之助じゃ。わしは全世界を照らす太陽である。なんか信長っぽい言い回しになってきましたね。名古屋城を沖に大畑船鉄砲船の大艦隊が集結していた。世界へ打って出る手はずはすべて整った。ちょうどその頃、九州の遥か沖合に南蛮の団塊隊、なんか最近ね、ちょっとカミカミですね。気合い入れ直しましょう。南蛮の大艦隊が出現した。あ、カブラルだ。完全にカブラルでしたね、今ね。家康、秀吉、そして信長のもとへ急ぎの使者が現れた。殿、海を覆い尽くすかのような南蛮船の大艦隊がこちらへ向かってきております。準備を願いまする。ごめん。戦闘か。外国から攻めてまいったのでしょうか。うわっはっは、カブラルメジャーは鈍い休めが、カブラルが復活と言うてもわからぬか。カブラルメ、己だけではかなわぬと見て、その魔の力で各国の国王どもをたぶらかし、この信長を、いや日本を滅ぼそうと攻めてきたのであろう。なんとすぐにも世界へ打って出ようとしていたところ、ちょうどよ、我が艦隊でカブラルの率いる艦隊など蹴散らしてくれるわ。うわっは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 。信長は秀吉と家康を従え、風の吹きさらす岬から沖合を睨んでいた。南蛮の艦隊といえども所詮はカブラルの魔力に踊らされておる。カブラルさえ倒せば奴らは総崩れ。魔力の源を立てば奴らも正気を取り戻し国へ帰るに違いない。わしはカブラルの船へ乗り込む。さあ、家康、お主らは軍勢を引き、少しでも多くの敵を引きつけ、
司令官船を見つけても手出しは無用。カブララはわしが倒す。世界へ打って出る手始めの戦じゃ。このまま船でシェルは出陣じゃと言ってますね。秀吉と家康は退き、戦の準備へ向かった。信長様、私たちもお供させてください。信長が気づくと、そこには共に戦ってきた仲間たちが集まっていた。お主ら、私が担う。だが復活者カブラルは侮れぬぞ。よし、分かったわい。次の者はついてまいれ。いや、これはもう完全に戦闘だと思うんで、このメンバーで行きましょう。残りの者は速やかに出陣。そうですね。ということは、どうだろう。兵力の多い人を中心に出撃させたいので、そうなると、ロレンソン6400でかいな。ロレンソンの6400。あとは、お国の9600。さらに、官兵4800、乱丸6400。このあたり中心に、あとはじゃあ多い人から順に入れていきましょう。秀吉、官兵。こんなところかな。あ、孫一も8000か。これは孫一の8000を連れてきたいな。なので、官兵を置いて、代わりに、雑賀を連れていきましょう。これでいいかな。では、軍勢はこんな感じで整えました。信長、乱丸、あとは孫一に置くに、このあたりが部隊数としては多いですね。なんか今までだと野戦でしたけど、これは海戦になりそうだな。殿、どこまでもお供します。よし、乱、ついてまいれ。はっ、乱丸か。ちょっとまず敵の陣地を見ましょうか。うわ、向かっていくんだ。ってことは、こちらもちょっと、まずは、ちょっと、しっかり陣形を組みましょうか。では、回戦の始まりです。信長を中心に、まずは敵を引きつけて、最終的にはいつものようにですね、ここにいる司令官、これを狙いに行きましょう。でもこちらはご覧のような形で密集隊形を取りました。敵は縦一列で突っ込んできますね。よし、ではこれで戦闘に入りましょう。はいはいよ、早すぎるよ。そしたら、信長は、下に下がりつつ、司令官の陣を目指しましょう。で、他は足止めにする。足が速いな、敵も。いや、敵が強すぎる。敵が強すぎるよ。しょうがない、いつもの通りになりますけど、ここからも決戦でいきましょう。では、双方主力部隊を残して壊滅しました。ここからはもう一騎打ちですね。いつもの通り、おそらくボス戦になるんじゃないかなと思います。激突。信長の船は大きな音を立ててぶつかった。信長はカブラルの船に乗り込んだ。ここからダンジョンになるんですね。じゃあ、ここからダンジョン攻略していきます。敵はなんか怪しげなやつですね。信長の影。そこそこ強そうだな。うわ、竜王295。めちゃくちゃ強え。これはやばい。死人がこんなところで出ると大変だぞ。
一気に型をつけないと。うわ、信長も、いや、これ一旦撤退しよう。いや、敵が強すぎる。やばいぞ、これは。全然強いっすね。レベルが足りてない可能性があるな。ちょっと緊張感が。お、誰かいる。誰かいるぞ。ちょっと話しかけるか。その前に戦闘に備えて、回復関係だけ万全にしときますか。よし。信長、お前を倒すために我がヨーロッパ艦隊をはるばる東の果ての国へやってきた。覚悟しろ。これはボス戦だな。あ、ボス戦だな。しかも、強敵のボス音だな、これ。どうしよう。まずは、普通に、神速入れとこう。あと、ボギルカップですね。司令官はなんか、術とか使ってくるのかな？ちょっとわかんないので。腐食、63。まあ、めちゃくちゃ強いってわけじゃないか。385。そしたら、龍奥は、方位で、防御力アップしておきましょう。基本的には防御力アップしておけば大丈夫かな。では、戦っていきまーす。倒しましたね。なかなか強かったですけど、まあ、今までの強敵たちに比べると、まあ無名の司令官ということもあって、やり直すことなく倒せました。信長がレベルアップ。他のメンバーも8000の経験値が手に入ればレベルは上がってくれそうですね。まあ、ただレベルが上がったからといって気力が全回復するとかそういうのがないんですけどね。まあ、ただレベルが上がってくれて次の戦いにちょっとでも有利になれば嬉しいかなと思います。では先へ進みましょう。なんかカブラルらしき人がいますね。話しかけてみたいと思います。では全回復してありますので話しかけましょう。そこにはもはや人には戻れぬおぞましい姿をしたカブラルがいた。魔王、よくぞ来た。我が魔力に取り込まれし、ヨーロッパ艦隊によって日本の艦隊と共に、お前を滅ぼしてやる。グエグエーと言ってますけどね。カブラリオ、そうまでして我が命が惜しいか。愚か者めが、せめて思い残すことなく天へと送ってやる。さあ、ボス戦だ。カブラル戦。魔力、カブラル。まずは、神速を全員に使っておきましょう。で、防御力アップも漏れなくやります。で、あとは、術対策も行って、しっかりやっていきましょう。司令団。141。そこ、いや、全体攻撃か。これかなり強力だな。全体でこれか。これ連チャンやられたらかなりきついな。もう苦戦の予感しかしないですね。一旦全員回復しよう。死人が出るともうそこで戦いが終了してしまうので。マシン剣72。そこそこは強いな、やっぱりね。じゃあ、こっから信長は攻撃に切り替えて368。言うほどだな。安倍の生命の攻撃へと変えていきましょう。
回復薬はやっぱり神速優先的に使っておきたいですね。271 一撃で死んだか、きついな。しょうがない、回復生き返らせましょう。一撃しか流玉は持たないですね。仮に体力が満タンな状態であったとしても一撃で攻撃を食らったら死ぬだ。普通の攻撃もそこそこ入るっちゃ入るな。強すぎる。ちょっと戻ってきます。では2回目いきましょう。まあ神速は絶対使う、神速は全員に使います。まあ基本的な戦い方は変わらずですね。安倍の生命はもう12神将を惜しみなく使っていきます。その代わり信長は、気力を温存する。死んだ。ここで渾身の一撃か、きついな。また戻ってきます。倒した。死にを出しましたけど、やっとカブラル倒しましたね。まあカブラル何回やったかな、7、8回やったかもしれないですね。だがこのままでは済まさず、我が本当の力を思い知れ。これ連戦になったら無理だな。回復せめてしてくれないと。悪魔の見られた力を。連戦はやめてくれ。連戦だなこれ。このまま戦争になりますね。魔が現れた。ぐひゃ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 。さて、まずは回復するところからですかね。せめて回復したかったな。まずは生き返らせよう。体勢を立て直すところからですね。もうただ回復アイテムがないからな。罠とか通用するかな。一回でも効かないよね。回復していきましょう。全体攻撃が来たらもう終わりですね。おお、なんとか繋いでるなって感じがするな。ここからね、立て直していきましょうね。で、安倍の生命はもう十二神将をひたすら打つ。安倍の生命だけですね、もう攻撃役は。他はもう全員回復役に回りましょう。それは、信長も例外ではなく。司令団強い。司令団強すぎるよ。やられた。ちょっとレベル上げをして、やり直す必要がありそうですね。というわけで、じゃあ今回は一旦ここまでにさせていただいて、レベル上げをして戻ってきます。